サンパウロのオンラインイベントへようこそお越しくださいました、えー、オリンピック・パラリンピックのテーマのイベントです、えー、ジャパンハウスサンパウロは2017年にあ作られたまその真の日本文化を国際社会に紹介するための日本政府によるプロジェクトですオリンピックとパラリンピックはジャパンハウスにとってとても重要なテーマでした 東京2020なんですけれども2021年に行われましたジャパンハウスではオリンピックのラウンジを作りまして日本の創造性を紹介しましたサステナビリティそのジェンダー平等というさまざ、あ、まなテーマを挙げて取り組みを行われました そして私たちはこちらのクリエイターズプロジェクトでありましてこちらはスポーツと東京五輪に携わっているプロの方々とお話をするプロジェクトです。今回のゲストは東京2020の表彰式でそのフィールドキャストが着用するあの衣装のデザインを担当した山口聡太さんです。 私たちは何回も何回もこの衣装を見ることができました。 そして山口さんは現在日本から参加されるということでありますので山口さんおはようございますそしてバウテル・ホドリギスさんも本日参加いたしますブラジルのデザイナーでありましてインスピラ・マイスというあのファッションプロジェクトを担当していまして日本との関係などについてもお話をされますそしてドワルチ・マルセロさん とあとこちらののトークの司会を共同で行いますえドゥアルチさんはジャーナリストでありまして5つのオリンピックの取材経験を持っています。えでは皆様。 え本日はよろしくお願いいたします。えー、私たちはパウリスタ大通り52番地に位置しております。あの現在2つの現代アートの展示を行っております。そして「ハッシュタグ #JHSP オンライン」をアクセスしますとさまざまなオンラインコンテンツを確認することができます。はいえー、山口さんと お話をすることがすごく楽しみだったので、エルキは自分の自己紹介をしなかったということです、えー。エルクさんはジャパンハウスの館長ですということを私が付け加えます。で、今回が第5回目のイベントとなります。 そしてオリンピック、私がこちらに向かうときに、あのオリンピックがいつ終わった,わったんだっけ、あのパラリンピックがいつ終わったんだっけということを考え始めました。2021年のオリンピックは3か月前に終わりました。あっという間ですね。そしてパラリンピックもあの2か月1週間前に終了されました。 えー、しかし。 すごく良い体験だったのですごく良いあの思い出になりましてすごくフレッシュに記憶に残っておりますそしてブラジルではあのそのスポーツマンたちがまあテレビでもさまざまテレビでもイベントでもいろいろとすごく参加されているということですので3ヶ月前に終わったということは信じられませんそして本日は山口さんとお話をすることができましてまたそのオリンピックの オリンピックのいい思い出の振り返りになると思います。山口さんのアート、あ、山口さんのクリエーションがその表彰式に常にあの存在していたということですので、本当に素晴らしいことだと思います。そして。 え本日はとても特別なイベントでありまして山口さんがまあ日本からそしてワオテル・ホドリギさんがブラジルから参加しますそして本日は2人の参加者ということでありますので、えー、まず山口さんからのプレゼンテーションから始めたいと思いますその次に、えー、ワオテル・ホドリギさんからの、えー プレゼンテーションになります。そして山口さんからそのファオテルホデドリギさんのプレゼンテーションに対する何かのコメント、何かのお言葉をいただければと思います。そして最後に質疑応答の時間を設けます。YouTube でからの視聴者の方々があのもし何かコメントややあの質問がありましたらあの視聴者の皆様あのチャット欄から 質問を送ってくださいということです。えー、では今からサンパウロ、東京につなとサンパウロと東京をつなげていきたいと思います。では山口さんおはようございます。朝早くからあの本日はありがとうございます。えー、ではあの始めていただい,いただければと思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。よろしくお願いいたします。 では、あの早速、プレゼンを開始させていただきたいと思います。えっ、ー、と、自分はあのデザイナーではなくてあの、ファッションディレクターっていう、えー、立場で仕事をさせていただいております。次のシートお願いします。えー、私は1982年8月にあの日本のアイアン 県常市と市いう場所で生まれまれした今ご覧いただいているのが僕が生まれ育ったあの町の風景なんですけれども僕が生まれ育った町はあの今では、えー、と中部国際空港セントラ空港っていうんですがこれがあの有名かもしれないんですけどもともと日本で最も長い歴史を誇る常滑焼きという焼き物の産地になります次のスライドお願いします。 12世紀から脈々と受け継がれてきた古き良き風土と一方で20世紀後半より空港の開港に向けて本格化した都市開発が進む街並みの、まあ、コントラストっていうんですかねがとても面白く、えー、この頃から失われてしまいそうな古き良き文化や伝統とまだ見ぬ最新の物事テクノロジーなどを掛け合わせることにすごく興味を持っておりまして 今ではそれが自分の表現の核になっています。次のシートお願いします、えー。日本の伝統的な物事と最新の物事を掛け合わせた、えー、異なる事例を3事例ほどご紹介をさせていただきます、えー。次のスライドお願いします。こちらはスタイリストとしての活動になるんですけれども、えー、その中でも、 えー、全て着物と洋服をを掛け合わせたスタイリングを集めてます、えー、着物は、院、えーまあ、現代の日本では伝統装束として格式や形式が重んじられるがゆえに、一方で TPO に対するルールが厳格に刷り込まれてしまって、日本人にとってはとても制約が多い服として捉えられてしまっているんですが、本来であればその語源の通り、えー、単なる着るものを意味しておりまして、 構造も羽織ってまとえるとても自由な装いだと思っておりますこの自由な装いの魅力を、えー、現代に伝える手段としてこれらの作品は今のファッションとさまざまにミックスしています次のスライドお願いします、えー、続いてこちらはディレクションを手がけた事例です次のスライドお願いします えー、1971年に日本人で初めてロンドンでファッションショーを行った世界的なブランド、えー、関西山本の、えー、クリエイティブディレクションを担当させていただいた事例になります。次のページお願いします。えー、関西山本のクリエイティブの根幹である日本の土着的な文化を、えー、伝統的な手作業や、えー、3 c 鋭のテクノロジーで 現代のストリートファッションとしてさまざまに表現しました次のスライドお願いしますまたこちらは同様に、えー、1970年代に世界的に性を風びしたブランド、えー、建造のデザイナーである、えー、高田建造氏の開古店の、えー、キュレーションおよびディレクションを担当させていただいた事例になります 次のスライドお願いしますえー、彼の母校である文革総学院の博物館で主に1970年代から、えー、90年代の作品にスポットを当てながら厳正にコレクションごとに、えー、紹介する形式ではなく、えー、彼のクリエイティブの根幹である、えー、エスニックに焦点を当てて各国ごとに、えー、ミックスコーディネートしながら デザインのルーツである民族服を背景に備えて展示しました。このように伝統的な物事と最新の物事を掛け合わせながらその物語を非常にあの大事に捉えつつディレクションやスタイリングキュレーションを手掛けている自分が今ライフワークとして取り組んでいるプロジェクトにコリショープロジェクトというものがあります次のスライドお願いします。 コショー小小プロジェクトとは、えー、コるイコールこだわるということを理念に掲げて、えー、古くから用いられてきた手仕事や、えー、未来のテクノロジーを通して、えー、これからの暮らしを提案するプロジェクトになります。次のスライドお願いします。えー、こちらは、えー、とドイツでのインスタレーションになるんですけれども、 えーまあ、パリやドイツでのインスタレーションを目的に、えー、2015年にプロジェクトはスタートして、えー、日本にかつて存在していた寝具、えー、と衣服の狭間である、えー、ヨギというルームウェアを現代のガウンとして、えー、オーガニックコットンを用いて制作したり次のスライドお願いします、えー、アウトドアブランドに用いられるような、えー、高機能素材を使用して フードウェアとして着脱できるこたつを製作したりとかつての日本に存在した伝統的な暮らしの道具を現代にアップデートしたインスタレーションとして提案しました次のスライドお願いします会場ではアンティークの着物をナイトウェアに見立てたファッションショーも行って、えー、当時数百人を招致するなど あのすごく好評いたただきました次のスライドお願いします、はいえー、インスタレーション以降は主だった活動をしてこなかったのですが、えー、っと偶然出会ったとある技術に魅了されたことがきっかけで凝り性プロジェクトとして表現する使命感に駆られて 2020年10月に開催された東京コレクションでの映像作品から活動を再スタートしました。次のスライドお願いします。えー、このとある技術とはアーティフィシャルインテリジェンス、すなわち AI であり、映像作品に掲げたテーマこそ、今回のプレゼンテーションの主題である AI を活用した伝統文化の再解釈です。これからご覧いただく映像は、 うつうつと題した、えー、過去と現代の日本の所作を AI でシームレスに接続して、えー、今と昔の所作に共通する美しさを浮き彫りにした、えー、東京コレクションに出展した映像作品になります次のスライドお願いします、えー、舞台は茶室を起源として、えー、現代の日本の住まいにも通じる4畳半の部屋の中 着物が当たり前に存在した、えー、過去の日本の所作を、えー、日本舞踊の師範に、えー、これ向かって今、えー、左側の方なんですけどで続いて一方で着物に全く触れていない今の日本の所作を、えー、日本を代表するモデルの一人に表現いただき、えー、芸者モデルに見立てながらそれぞれが髪をわえ着替え日々を暮らすたたずまいを、えー、ヘアメイクフィッティングコレクションに見立てて それぞれの時代に応じた2人の所作を、えー、別々の世界線ではなくて今と地続きにつなげるため AI による機械学習でシームレスにそこを接続して章として表現しましたそれでは映像をご覧ください次のスライドお願いします 先ほどの映像は、所、え、作、ー、や佇まいといった目には見えない美しさを、えー、可視化することを目的にしていたため、映像作品として、えー、表現したのですが、えー、もっかり取り組んでいるものが AI と、えー、日本の伝統工芸を掛け合わせた、えー、未知の伝統工芸の創造になります次のスライドお願いします。 勝ちになったばかりの事例を一、えー、つご紹介ささせてください、えー、江戸時代から続く日本の九州に位置する福岡県の伝統織物の一つ、久留米がすりの伝統図案を約800枚集め、AI でそれぞれの図案に共通するルールを解析した後に、過去の伝統図案には見られない新たな伝統図案を創造した事例になります。このの、えー、先ほどお話しした、えー、いわゆる未知の くるめがすり今までに見られなかった、えー、伝統的なクルメガスリの図案を今も、えー、数人存在するクルメガスリの職人のもとに持ち込んで伝統的な製法でクルメガスリとして未知のクルメガスリとして織り上げたのですが、えー、その模様を短い映像にまとめましたので、えー、ご覧ください。 ありがとうございます。では最後に今まさに取り組んでいる事例をご紹介させていただいてプレゼンテーションを示させていただきたいと思います。先ほどご覧いただいたクルメガスリを含めた日本各地に存在する江戸時代から今につながるかすりの図案を約2500枚ほど集めて AI でそれぞれのかすり図案に共通するルールを解析した後に 過去のかすり図案とは異なる新たなかすり図案を想像している映像になりますお願いしますこの図案をもとに、えー、と現在最新のジャガート食器を用いて、えー、織物を製作していますので、えー、ぜひ近い将来皆様に直接ご覧いただける機会をいただけると嬉しい限りです今後は 織り、染めはもちろん、うつや家具、さらには食や香りまで、日本各地の伝統工芸や伝統文化や工芸と AI を掛け合わせて、過去の伝統に即した未知の伝統を推し進めていきたいと考えています。はい、以上でプレゼンを終了させていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。 山口さんありがとうございました、えー。私が先ほど作ったルールをあのちょっと変えちゃいますけれども、一つだけ質問をしたいと思います。すごく聞きたいことなんですが、えー、あのとこなめであの猫のあの像があったと思うんですけれども、あれは何ですか？すごく興味深いんですけれども教えていただけますか？ これは何でしょうね常滑焼きっていうとあの普通に赤土の茶色の焼き物が有名なんですけどなぜかあの僕の町にあの大量に招き猫がおりましてであの招き猫はなんかあの町の道路の、えー、高架みたいなところがあるんですけどそこの上に。 常にあの、そびえ立っていて、なんか街を見下ろしている、ちょっと象徴的な <laughs>。猫の焼き物になります。はい、ありがとうございました。とても、あの、興味深かったので、ありがとうございます。<laughs> はい、え、では、次ですが、あの、ワウテルホドリギさんからの発表になります。 バウテルさんこんばんこばははい皆様、こんばんは、えー。皆様とお話しすることができて大変嬉しく思っております。では、私のプレゼンテーションを始めたいと思います。 恐らくえ共有いただけるかどうか確認していますが。 えまずはまあこのトークを始める、えー、始めたいと思いますが私にとってあの日本文化はとても大事です私は日本の文化が大好きですあの子どもの頃からえ日本の文化があの好きでしたなぜならばあの私が住んでいた町は多くの日本人が移民したあの町の近くに位置しているので あの子供の頃から日本との関係がある気がします。私、こっちこの写真は1960年です。私は1959年生まれで、あの私の家族は農民でした。こちらが私の町です。エルクランディアという町です。そして、多くの日本人が移民したトゥパン市の隣町です。 なので、トゥパン市、こちらはサンパウロ州なんですけれども、あの日本円まであるあの場所です。そしてバストスというもう一つの町のなんですが、日本人があの結構移民した町です。えー、こちらが私のレファレンスでした。私の学校 ここではあの日本人の,あの子どもたちもいたんですが、えー、2000, 年代あ2000年にあのこ,ちらのあのこちらは本なんですけれども映画にもなりましてこちらは「穢れた心」というあの映画、まあ、本と映画なんですね。えー、そして、えー 第二次世界大戦に起きた勝ち組負け組構想を扱ったベストセラーの小説です。そしてこちらの舞台もトゥパン氏だったんですよね。私が、えー、住んでいた隣町であのこ,のあの話こちらの話の舞台です。なのでその日本があの戦争を負けてしまったんですけれども負けたことを認めなかった方々のお話です。 次のスライドをお願いしますそして移民との関係がありまして、まあ、その私が住んでいたところは日本人以外にもスペイン人、イタリア人、シリア人、レバノン人、ラトビア人など多くの移民が集中していました。そしての 分析が行われていたんですけども人類学としてもさまざまな分析を行うことができましたこちらはあの私のタイムラインですねエルコラニア・トパン・バーストスで日本文化にああの日本文化に触れることができましたそして私のイメージとして日本は何なのかということは第1はミス テリーがあるって言うことなんですよね。なぜならばあのブラジルでは夜なのに、日本はあの朝っていうことはすごく子供としてはあのすごくミス,ミステリアスだったんですよね。こんな差があるなんて、あの本当にあの驚く,驚くべきことだと思います。そして、あのシンボルに関することも。 ありましたあの例えば、えー、日本人移民はそのおばあちゃんの姿だったりそういうシンボルがあると思いますそして自然に関するあの日本のまあ美意識もありましてそして80年代にはそのファッションあのさまざまなムーブメントが始まりましてあの川久保さん山本さんあの谷崎さんだったり山本香さん さ,だったりえー、さまざまなそのファッションを、まあ、日本文化をファッションを通してあの、まあ、世界全体に発信することができ,できる人たちをすごくあの、まあ、尊敬していました。そして、 1999年に私初めて日本へ行きました。東京、奈良、京都へも行きまして、本当に素晴らしい時間でした。そしてあの織物の研究をしていましたので、例えば職人さんのところに行ったり、その着物の職人さんだったり、本当に。あのとまあ 素晴らしい文化素晴らしい教訓になりましたその日本の伝統そして現代とその伝統が融合するということが本当に素晴らしいです現在は私はデザインの研究の研究所で活動を行っております なので私が今行っている研究はどのような素材が必要なのかイノバティブで持続可能な素材はどのようなものがあるのかだとかそういう研究をする場所でさまざまな研究を行っております私は三島由紀夫が大好きです荒木の写真も本当に大好きです そして坂本龍一の音楽もパーフェクトだと思います。えー、そして子供の子供の頃から大ファンのまあ日割ミソが大好きです。はい、次移りたいと思います。そして私の日本のイメージを2001年からさまざまな取り組みとして でまあ、ファッションショーでもあの日本の文化を導入していこうど,どうすれば導入できるのかということも分析しました。えー、特に帯こちらは帯帯ですね帯はあのご存じない方がいるかもしれませんが、えー、その着物を締める時に使われるものです。 そして帯の縛り方によりその既婚なのかあその人は結婚されていないのかっていうそういうメッセージも伝えることができる本当にすごくあの興味深いあの、ま、文化だと思っております。 でやはり、まあ、こういう形でですよね自分が想像した、えー、とイメージを展開していくんですが、まあ、当時はデジタルプリントなどですよ、ね、もトライしながらやっていました。でこういう形で,、まあえーとですよね、山口さんも、まあ、こういうデジタルとの関係があるということが、えー、と今回の、えーとですよね、対談でとても興味深いポイントになりました。で同じコレクションなんですがやはりここで先ほどの帯ということから、まあ、いろんな構造を試していくんですが まあこういう形でですよねフォルムであったり、まあ、その背中の見せ方どういうテクスチャーでやっていくのか光沢感はどうするのかという、まあ、いろんな興味深いですよね、えー、とトライができたんですがでここで参加してもらったのが、えー、とハットデザイナーですよねトレイシーさんが、まあ、いろんなハットですよねこれも、えー、と日本にインスパイアされたものを使ってもらいました次の1枚お願いします。 でそこからですね99年の章なんですがここではやはり「まあ、あの侍の鎧」ですねを、えー、と参考にして えっとデザインしてきましたもうやはり、まあ、私は小さい頃からこういう侍の映画とかに魅了されながら生きていて、まあ、実際にですよね鋼と絹であったり色のですよ、ねまあ、使い方であったり、まあ、その鋼と絹という、まあ、ある意味矛盾するようなですよ、ね、材料を使ってるとか、まあ、そういう ブラジルにはどういう素材があるのかということですね。で、まあ、かなり、えー、とブラジルのですよね、この腕につけている、えっ、ー、とですよね、えっ、ー、と、なめし側のようなものも使い、そこを折りながら、穴を開けながら、まあえー、とリファレンスとしてですよね、鎧を、まあえー、と思い出すようなデザインにしていきました。2002年のファッションショーですが、 これはパリの、えー、とパリコレですよねの私のデビューだったんですが、まあ、やっぱりコントラストというキーワードを使いましたやはり、まあ、そのえっ、ー、とですよねえっ、ー、とジョルジェットであったり、まあえー、と絹ですよねを使うシルクを使うということを私はえっ、ー、とですよねえっ、ー、と重視重視しているんですが、まあ、ここもですよねジャパンインスパイアといいますかやはりこのハットもそうですね 日本の、えー、とですよね、えー、侍さんの、えー、と帽子がオーリファレンスとして使いました。まあ、実際に自分が魅了されている部分をどんどん表現していくという中で、まあ、このミステリアスなものをどう扱っていくか、で実際に日本から受けるインパクトを、まあ、自分なりに表現していってですね。でまあ、もちろん、えー、と明治 以降をまあ、どんどん海外にですよ、ね、日本の、えー、とありとあらゆる、えー、と芸術が、まあ、その我々西洋に、えー、と届いていたと思うんですが私もその影響を受けた、えー、と一人として、まあ、この洗練された、えー、とものであり実際日本の手芸の,、まあその洗練された要素であったりそういうところを網羅したつもりです次お願いします。 でやはり、まあ、この入れ墨ですよねタトゥーっていうことに私はとても興味を持っていまして、まあえー、っとスワロウスキーと一緒にですねこのようなパターンを作って、まあ、クリスタルを、まあ、その上にどう貼っていくかという、まあ、この光沢感の中で、まあ、ちょっとガラス的なですよ、ね、要素を出しながら。 えとデザインししていきました必ずまあその紐付けられている部分があって、まあ、ちょっと,えとですよ、ね、格闘技のえと着物のような、まあ、えと帯ですよねが使われたりしていますので、えー、とこれは常に私が意識しているところです。2006年の写真、あと2010年のものもありますねで。やはりショーの中でのビジュアル でメイクアップと、まあ、そのヘアメイクです、ね、の中で、ここもかなり、えー、と日本文化の影響を受けてきました。まあ、このシルエットです、ね、をかなり、えー、洗練された形、まあ、実際に、えー、と使っている、えー、と被り物であったり、芸者の被り物であったり、まあ、いろんな、えーとですよね、ヘアメイクの仕方。 イ、えーまあ、インスパイアわれわれ、まあ、西洋から見てですね、まあえー、とそのリファレンスを、えー、と扱いながらやっていく、まあ、実際にこの洗練された様子を見せていくという考えでした。でここももう一つですね、2010年です、ね、のものですが、まあ、日本に行って帰ってすぐだったんですね、2009年に日本に行って。 でそこでまあどんどん深めていて勉強をしながら、まあ、安時代平安時代ですよねの、えー、と勉強をして、まあ、実際にこの、えー、と16層のレイヤーです、ね、を研究して、まあ、そこを解釈しようとでどういうこの層を掛け合わせていくのかで、まあ、このデリケート、しかしまあダイナミックな色使いと動きですね。 ほぼなんていうんですかね、一種の,、まあ、その自然を、えー、と見ているような、自然の動きを見ているような、えー、と印象を受けてインスパイアされました。もう一つは、まあ、軽さということをキーワードにしていまして、まあ、特に構造的に軽く、シンプルでなければいけない、スタイリングもシンプルでなければいけない、で軽くなければいけないということを重視しています。 でまあ、もちろん素材もそうですし、絹であったり、シルクを使って、でまあ、あとこのポンポンを使っているんですが、まあえー、とこれは男性の着物ですよね、礼服などに使われる、あのまあえー、とこのポンポンのようなものにインスパイアされて、まあ、この軽さというテーマに通底すると思いましたので、こういう形でポンポンを使いました。 で形なんですが、まあ、自分が興味を持っていたのは、まあ、えっ、ー、とメンズのスーツですよね、につな、えー、がるものを考えていたんですが、まあ、実際にですよね、えー、とレディーズのフィッティングという中で、まあこの ある意味矛盾、えー、とされる、まあ、その流れるようだけど、実際に形は、えー、とはっきりしているということですよね。で、家紋にインスパイアされたり、まあえーと、いろんなですよね、料亭のですよね、のれんなど、まあ、その家紋、家紋なども、まあ、グラフィック的には私がですよね、とも興味を持っていた一つの要素です。 で現状やっている活動なんですが、先ほどのコレクションからまあ12年遡って紹介したんですが、そこで使われた生地であったり、そういうものはえと現代でもですよね使われているものですので,で、2012年に、 まあ、あのファッションデザイナーとしてのキャリアは、えー、と私は引退したんですが新しいプロジェクトに取り組みました。でインスピラマイスというデザインサロンなんですがここには、まあ、その素材のサステナビリティということをテーマにして、まあ、17年間この活動しています主にリサーチデザイナーグループの勉強会で私がまあコーディネーターとしてやっていて えと2年半前に、えー、と素材をですよね、サステナブルな素材を提案する、で2年半後、それが、まあえーとですよね、お店に広まっていくという形でやっています。以上です。ありがとうございました はい、バオテル・ホドリギスありがとうございました。オブリガードとおっしゃったんですけれども、本当はありがとうと言うべきなのではないか、その日本の,あの文化が大好きだということなので、ありがとう,、はい、ありがとうございます。そうですね、えー、先ほど、えー、私があの皆様に申し上げましたようにあの、コメントをいただければと思います。 あのバオテルさんから始めていただければと思います。山口さんのプレゼンテーションを簡単にコメント、えー、に関して簡単にコメントいただければと思います。そのオリンピックの活動も含めてもよろしいし、まあ何か簡単なコメントをバオテルさんお願いします。はい、山口、えー、さん本当 本当にあの、まあ、バーチャルでありながらあのお会いすることができまして本当に嬉しいです。私は61歳です。そして私はファッションの未来についていろいろとすごく深く考えています。そして山口さんのような若者が、えー、未来のことを考える、そして伝統のことも尊重する、えー、という取り組みはとても。あの 嬉しいことです。その伝統なもの、手仕事、職人といういくつかのキーワードはデザインではとても重要です。それを守ること、それを保護して、そして新しい風もあの導入するということは本当に素晴らしいことだと思います。とてもあのそのフレッシュな部分もありまして素晴らしいです。えー 山口さんの、作品を見ますと、すごく詩的な部分があると思います。本当に、あの、素晴らしい、あの、お仕事で。 あのとても嬉しいです私がファッションをスタートしたときに山口さんが生まれていた時です。なのであの世代があの違うんですけれどもあのブラジルで山口さんのお仕事を紹介することができまして本当にうれしいと思っております。ありがとうございます。はい、では山口さんからの コメントをいいただければと思いますバホテル・ホトリギさんの,あのプレゼンテーションについて少しコメントをいただければと思います。あの現在は、まあ、スタイリストではなくいろいろと研究を行っているんですけれども何かあのコメント、まあ一言ありましたらお願いいたします。プレゼンあの大変興味深く拝聴してました。えっと、デザインをこう まあ表層というかフォルムだけでこう捉えてあの解釈されて表現されているのみではなくてなんかこう素材でしたりとかあとは帯の話ですごいあの印象的だったなと思うんですけどそこに内在する物語というかストーリーというかにもあの配慮されてで美しさと結びつけられているっていうのがすごくあの面白いなと思ってお伺いしてました。あの冒頭に時時差がこう12時間あって えっと、朝と夜こう日本とブラジルって逆だよねっていうお話からそのミステリーっていうお言葉使われてたのがすごくあの面白いなと思ってで確かになんか日本の文化って僕自身が日本人で生まれ育ってはいるものの未だにやっぱりちょっとミステリーを感じる部分が大きいなってことをなんか自分で改めてお話を伺ってて思ったっていうかなんかそのちょっと不思議なポイントというか。 ちょっと怖さも伴う不思議な感覚ですごく日本の文化をこう伝えてくれて大事だなということをあの改めて気づかせていただきました。<laughs> ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます、はい、本当に 素晴らしいです。あのお二人ともの,の,、まあ、その交流、えー、はとても重要だと思います。本当に感動あします。ではあの、質疑応答の時間に入りたいと思います。視聴者の皆様、もし何か質問、コメントがございましたら、えー、YouTube のチャット欄からお願いします。はい、では、山口さんへの質問です。 えー、東京2020の話なんですけれども、少しですね、えー、その衣装のコンセプト、アイディアだったり、えー、それあの、表彰式の,あのデザイン、えー、だったり、そのメダルが載せられたあのものの,あの、そのクリエイティブプロセスについて、お話をいただければと思います。 ずっと考えていたのが、まずあの、すごく暑いタイミングでの,あの開催ということがあって、まず昨日、機能はもちろん、えー、最も優先しなければいけないなと思いつつ、えー、と一方でその日本の文化に宿っている情緒みたいなものを、えー、としっかり表現したいっていう思いはずっと持ってたので、この、えー、と日本の情緒っていうのと、あとはまあ西洋の合理性みたいなところを、えー、うまく掛け合わせることで、 いいものができるんじゃないかなと思って、えー、いろいろ試行錯誤しておりました。で、トレに関しても同様で、えっ、ー、とまあ全体のスタイルとしては、えー、まあわかりやすく平安時代のえっ、ー、とまあ十二支絵みたいなものを一番初めにはこう思い描きながら、一方でこうそこから、えー、まあ重ねの文化なども含めて、やはりちょっと機能的ではなかったので、そのあたりをこう考えていって。 で最終、えーま、機能として一番いい形、えー、着用いただくボランティアの方々が一番あの快適に過ごしていただけるような状況を目指しつつ、えー、なるべくそこに情緒をやとしていけたらと思,思いまして、えー、考えました。はい。 ありがとうございましたエリキさんからの質問です。はいバオテルさんへの質問です。バオテルさんはあのデザインでありましてイノベーションとサステナビリティの研究も行っております。そしてオリンピックの役割。 についいいてお話しいただければと思いますブラジルでは2016年のリオ大会がありまして東京はすごく厳しい状況でもありながらオリンピックが行われましたそして、えー、皆様人々の感覚がいろいろと変わっていると思うんですけれどもこのオリンピックとパラリンピックはあの日本のイメージをどのように変えたのかと思いますか例えばブラジル人は 日本をやその東京2020で日本のイメージは変わったと思いますかエリキさん、そうですね、えー、やはりこのようなイベントのインパクトはとても大きいということもありまして、えー、残念ながら、あ その日本に行きあの実際に、えー、見ることができなかったんですけれども、えー、テレビを見ながら日本の風景を見ることができたと思います。そして私が あのいろいろ、まあ、日本のことを考えますと考える、まあ、日本のことを考えますとやはりおもてなし、えー、ということがキーワードになると思いますすごく丁寧に対応するということがすごく日本のイメージだと思いますそして私は研究者でありますので、えー、私たちが研究するものはその態度の変化だと思います 例えば、このオリンピックの影響もあり、えー、そのおもてなしだったり、そのインパクトもありまして、私は研究者として、えー、市場の分析をする際にはあの、例えば新しいスポーツ、例えばスケートボード。 などはどはのようにライフスタイルにもも影響をを与えええるるのかととということを考えるこ考あります例えばスケートボードを使う人が増えてきたらその人たちのライフスタイルも変わるかもしれませんスニーカーも変わりますしそのストリートウェアもいろいろと考えられてくると思います、えー、なのでブラジルではすごく体操とスケートボードがいろいろと注目をあっとあ あの注目を浴びているということですのであの機能性その服の機能性がいろいろ注目されています例えばサーフィングもそうですねあのその服の機能性がいろいろとあのまあ詳しいとか、まあ、細かいところまで分析されていますえなので例えばバスケットボールサッカーあのバレーボールえということもあるんですけれども 今はその新しいスポーツにより洋服も皆様が求めている洋服も変わってくると思います例えばスケートボードが今すごくあの人気なので子どもたちがすごく早くあのスケートボードを習い始めるということですのでそのどのような服洋服が求められるのかということも変わってくると思いますなののでスポーツの影響は 本当にあのまあそのあの服にも影響があると思います。そしてフランスの場合もこれからその人々の態度。 の分析も行わななけければいいいと思いますそして私はこのようにオリンピックの期間の分析を入れることもできて本当に嬉しいですなぜならばイノベーションがいろいろあり新しい教訓も出てくるからとても重要だと思います私たちは深夜にもしくは朝早く起きて日本のオリンピックを視聴しまして本当に良かったです 素晴らしいです。あ、そうですね。まあ自分もですよね、夜中起きてて、まだですよね、あの睡眠時間が調整できていません。で、チャットから山口さんに質問がいくつか来ているんですが、まあ2つの質問が1つになってしまうような感じなんですけど、ガブリエラさんから。で、まあえっ、ー、と、2020年の、えー、と衣装に関してはユニセックス。 だと思うんですが、これはもう当初から、そう考えていたんですか、というのが一つ目です。でもう一つの質問は。まあ、このクリエイティブプロセスは、大体どれぐらい時間がかかったんですか、という二つの質問になります、えー。ユニセックス自体は、えっと。なんて言うんでしょうね。こう、一番、当初から、初めからユニセックスということを考えてたわけではなくて。こう、思考していく、あるタイミングで。 まあこの時代だからこそこう着るものを選べてもいいよねっていうような話に至りまして、まあ、どちらでも選択できるような状況になったというのが正直なところです。なのでユニセックスウェアを作ろうという意識はなかったです。ただそもそもその日本の服着物などの構造がすごく何て言うんでしょうね寛容的なのでボディのシェイプみたいなものに非常に左右されるってことはない作りなので。 基本的にはあのどなたでもまあ来ていただけるような状況かなというのを思っておりました。で、時間に関しては、えー、っとちょっと、まあ、パンデミックの影響なども、えー、大いに、えー、ありまして、えー、そのなんていうんでしょうね、当初、<laughs> こういった話、ここであれかもしれないですけど、当初やっぱり向かっていた方向性で、えー、着地、やっぱりできたわけではなくて、なんか、 デザインを考えているプロセスっていうよりもその後のさまざまなケアでしたりとかあとはそのちょっと内部の話だと農機の,の,の話とかその工場さんのキャパシティの問題とかなんかそういったことが非常にナイーブでその辺りの、えー、をまあ改善していくというかクリアにしてちゃんと収めるっていうことに費やした時間が、えー、一番長かったです。 では私からの質問、エリックさん。で、あの動画を見たんですが、まあこのセレモニーの衣装ですよね、に関する動画があったんですが、で、コンセプトの話をしてたと思うんですね。で、まあオリンピック・パラリンピックの中で、まあや、多様性、ダイバーシティが、まあ本当キーワードだったと思うんですが、今大会の。で、さらに人と人の、まあ、つながり。 ですよね、まあそのメインスローガンに追加されたぐらいでしたよね。でサステナビリティという要素があったと思うんですがその動画の中で、まあ、そのようなコンセプトを、えーとですね、衣装の中、照明、えー、織物の中でどう表現していくか、まあ、要は、えー、と服がこういうコンセプトをどう表現できるかというお話をこの動画でしていたと思うんですがそこをちょっと,、えー、と改めて説明していただければと思います。 あ,ありがとうございます。あのそうですね、あのサステナビリティみたいな物事の考え方として当然あの環境負荷みたいなところはあのまずは考えなければいけないので、えっと、100%再生素材を用いて、えーまあ、かつその気候に対してしっかり対応できるようにオリジナルのものを作っていくのは当然なんですけどそこに対して 自分の中での持続可能っていう物事の一つにやっぱりあの伝統文化みたいなものがこう選択肢から消えてしまうのが非常に心苦しいというかなんかつまらないなってことを思いましてなのでなるべくその日本の伝統文化みたいなものを今回のまあテキスタイルに宿したいなということは常々思っておりましたそこで考えたのが、えっと、日本のあの「つなぎ」という、えー、吉祥文様といって縁起がいい文様 の、えー、一つなんですけれどもその吉祥文様を、えー、と今回の、えー、オリンピックに対して、えー、何かアレンジできないかなと思いまして吉祥文様の一つの,その、ま、丸この丸が輪がつながっていって文様ができるんですけどこの一つ一つの輪がさらにその「こう子に」に、えー、分かれるっていうようなことを考えまして「子」が集まって輪になってその輪が連なっていって文様になって広がっていくっていう こういったコンセプトが気象文様をベースにこう広がっていった感覚があったのでその物語やあとはそのテク視を見ていただいた時の、まあ、美しさみたいなところがポジティブに伝わればいいなということは思いましたではえっ、ー、と便乗するような形 で今度はバウテルさんですねに質問になります。バウテルさん、クリエーションの中で、まあ、日本のですよねパターンとか、えーと、そういうものを使うことはありますかというのが一つで、まあ、このアクセシビリティですよね、バリアフリー、まあ、服のバリアフリーということが、まあ、そのパラリンピックでもテーマだったと思うんですけど、そこをバウテルさんに一言お願いします。 ではまず最初の質問に関しては、イエスです。まあ、もちろん日本の織物を、えー、と輸入して使ったってことはないんですが、しかし、えー、とですよね日系人が、えー、と作った織物というのがブラジルにはあるんですね。まあ、実際にブラジルでいう、えー、とその素材、特にシルクはもう日系人がもうもうほぼ100%ですよね、作っていたので、そういう。 素材は使いました。シルクですよね。はたくさん使いました。で、もちろんその中でまあ私は文化人類学が大好きですので、まあ、歴史学ももちろん好きなんですが、まあ、山口さんが言ってたようにまあ、本当このですよね。日系人のえっとですよね。方とえっと話していくと。 まあ本当にですよねいろんな知識がまあすっと,、えーとですよね、出てくるので、それが我々のコレクションに大きく影響していくということがありました。実際にスタイリングもそうですし、まあ、着物に影響された部分は大いにありますし。 まあどういう形で、まあそのイネ、イノベーションの中で、どこまでですよね、もうすでに完成されたものに、どういう形で自分が介入できるのか、まあえとですね、自分の要素を出せるのかということをえと考えていきました。 でまあ、世界中でもこのバリアフリーということに関して、えーとですよねまあ、実際にジェンダーに関しても多様性が、まあ、一つの可能性としても捉えられているのが現代だと思うので、過去は、まあ、その多様という言葉の前にですよ、ねまあ、その違和感といいますか、いろんなですよ、ねえー、と言葉が前にあったんですが、まあ、実際にパンデミック後は やはり我々がいかにまあその弱い存在か我々の体がいかに弱いものかということがパンデミックで特にブラジルでは伝わってきたと思うのでまあえと私がですよねまあどういう例えば何らかの障害を持っていてまあそのモビリティに問題があればまあどういう素材を使ってくれるのかどういうデザインにしてくれるのかということはまあ我々ですよねクリエイティブとしてはまあ一種の義務になって 来ていいるので、まああのでそういう形の答えになります素晴らしいです。もう一つの質問なんですけれども、ジャパンハウ・サンパウロではですね、現代の日本を紹介するということですが、現代の日本ということは、伝統的な部分もあると思います。そして私たちは現代対 えー、伝統ということではなく伝統的な部分と現代的な部分が融合しているということを私たちは紹介します、えー、そのため私の質問なんですがどのようにその融合を見せようとしますかその伝 と,とあの現代というものは対立していない気がするんですけれどもその部分を何かもう,もう少し教えていただければと思いますえっとその僕が、えー、デザイナーと名乗っていない、まあ、理由でもあるんですけど僕の表現僕が今思っているもののことはなんて言うんでしょうね 例えば着物を、えー、デザインとしていじって、で現代の服としてこう表現していくっていうのは、僕はちょっと違うと思っていて、そこはその着物の良さがなんか損なわれているような気がしてるんですね。あくまで僕の意見なんですけど。で、僕が思っているのは今、今、えっと、ミックスして混ぜるんじゃなくて、えっと、並べていくような感覚。 その古い物事は古い物事でリスペクトしてでそこにものすごく新しい物事を混ぜるんじゃなくてこう並べていくそれが今自分があのご紹介させていただいたあの AI で可能になるんじゃないかなと思ってあの取り組んでます。 はいあっという間に9時になってしまいましたえそろそろ時間になりましてあの本日のライブを終了したいと思います、えー、この常滑の,の招き猫の話がまたも戻ってくるんですけれども、えー、常滑の あの招き猫は3.8メートル高さです。そして、あのものすごく大きいということですね。あのものですね。なので、そのあの通りが、もうその猫があの占領しているように見えました。 えー、そして招き猫について私は全然知らなかったんですけれどもあの招き猫はその、まあ、お金、まあ、そのお客さんを招くということなんですよね。なので左手があの上がっていると、えー、お客さんそして右手があの上がっているとお金を招くということ。 ことらしいですそして私たちのプレゼンテーションがあの招き猫でスタートしたということで私たちはラッキー。 な気持ちですなので本当に素晴らしいプレゼンテーションで本当にありがとうございました。あのまず私があのま司会になることに招待いただきありがとうございます。そしてバー・オテル・ホドリギさんはブラジルの南に位置するあの町にいます。結構 寒いところなんですけれども、えー、今日サンパウロでも寒いんですね。えー、なので結構皆様、上着を着ていると思います。そして山口さん、朝早くから本当にありがとうございます。えー、本当に素晴らしいトークでして、感謝申し上げたいと思います。えー、では、えー、エリキさんにまとめの言葉をあお願いしたいと思います。はい マルセアロさんありがとうございました、えー。共同で司会をすることができて本当に嬉しいです。山口さん、本当にありがとうございます。ワオテルさん、ありがとうございます。本当に素晴らしいプロジェクトをお見せいただきありがとうございました。ファッションはただ単にファッションではない、いろいろ深く考えるための要素でもあるということがすごく分かりました。えー、そして、本日のイベント だけではなく、以前の4つのイベントがあ YouTube であのご覧になることができます。例えば、動くピクトグラムをデザインした井口孝太さんのトークもありましたし、えー、それはその動くピクトグラムはあのブラジルでもすごくあの注目を集めました。 隈研、えー、吾さんあの、建築家の隈研吾さん、隈研吾さんはジャパンハウス・サンパウルの,あのプロジェクトにも携わりまして、あのもう本当に素晴らしいです、えー、素晴らしい方です。えー、大日置忠幸さん、遠藤健さんあの,の,あのトークもありました、義足を開発する遠藤さんです。えー さ、えー、まざまな技術、えー、も本当にすごくインス さまざまなインスピレーションになったイベントとなりました。そして山口さんが第5回目のイベントとなります。そしてジャパンハウスサンパウロの YouTube であのご覧になることができます。そしてジャパンハウスサンパウロはあの営業しています。私たちはサンパウロ大通りの52番地に位置しております。デイジーバルーンさんのバランスという展示。 がありますとてもきれいで9000個のバルーンの展示です。あすごくインスタグラムでもあのすごく写真がすごくきれいになりますので皆様ぜひあの来て写真を撮ったりも本当にあの鑑賞してください。そしてもう一つは毛利優子さんの展示です。あの毛利優子さんはサンパウロ・ビエンナーレでも展示しております。 まあ、て展示されています来週はクリエイターズのイベントもう一つあります、えー。ロゴ、そのオリンピックのロゴ、えー、に関する話になります、えー。11月18日の8時となります。所さんになります、えー。なので視聴者の皆様。 に感謝申し上げたいと思います山口さんワーテルさん本当にありがとうございましたジャパンハウスアンパールの SNS のフォローもお願いします皆様ありがとうございます山口さん良い一日になりますように